はい、お願いいたします。はい、改めまして本日はご来店いただきまして誠にありがとうございます。ただいまよりスーパーワクワクライブトーク始めさせていただきます。このフラットスポットという場所なんですが、気軽にフラット立ち寄れて、著者編集者の方と読者の皆様がフラットにつながるというコンセプトのイベントスペースとなっております。本日はこちら川出書房新社の、14歳の世渡り術のシリーズの、本を味方につける本の著者、永江明さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。トークのお相手はこの本の編集をご担当されました、藤崎博之さんです。よろしくお願いいたします。それでは早速お二人のトークの方を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かえって緊張しますね。思ったより近いです。私去年の春までは400人の授業ってあったんですよ、はいはい、400人の授業の方が緊張しないよね、早稲田で。はいはい、これはすごいドキドキした。これ何分ぐらいでしょ？45分ぐらい、はい、あ、そうなんですか。あ、そう、はい。じゃあ、まあせっかくなので、この今回のご本のお話からちょっとお伺いできればと思っているんですが、はい、永江さんは僕も帯文で本読みのプロって書かせていただいたんですけれども、本に関すること、それから出版業界に関すること、もろもろの本にまつわることを全部ご存知だっていうようなことで、多分原稿依頼いや、こういったイベントの依頼も、本について読書について分かりやすく解説してくださいなんていうオファーがひきりなしに終わりになると思うんですけど、まあ、時々そういうご相談は受けるのと、あとその最近割と多いのがお母さんから、お母さんからそのうちの子あんまり本読まないのよ、そのどうしたらいいでしょう、その何て言うんでしょう、教育熱心な方はその、まあ、本よく読む子は成績優秀だとかっていう、はいはい、その言われ方よくされたりしますよ、ね、はい、でそれで、自分の子があんまり読まないっていうのですごく、不安がっているお母さんなんかも多いですね。僕も小学生の娘が2人いるんですけど、あ、お嬢さんなんですか。で似てる顔、どうなんですかね。聞かないもん。でやっぱり何かどことなく本読むようになってくれたらいいなみたいな期待をいつの間にか持ってるんですけど、はい、意外に読んでくれなかったりして。あ、そうですか。なんかちっちゃい頃から絵本も買い与えたりしているんですけど、なかなか読んでくれない。お父さんが本読んでる時しかめっ面してるんじゃないですか。そうかもしれないなと最近なんか苦行のように、ニコニコして読んでるといいかもしれない、ね、多分親の背中を見てるんで、親が本読んでるのを見て面白そうじゃないなっていうふうに思っちゃってるのかなと思ったりして、まあただこれ統計でもですね、例えば毎日新聞社がやってる読書世論調査なんかでも、その親が本をよく読む親の子供は、子供も本をよく読むとか、あと小さい時に読み聞かせをの経験がある子供は、中学生高校生になっても本を読む習慣ができているとかっていうのは統計的にはあるんですね。だから、親が一生懸命読んでる姿を子供に見せるっていうのは多分子供を本好きにするってことでは重要だと思うんですけども、なんか我々間違いがちなのは、その統計的なデータであることと個々の子供のことって混同しがちじゃないですか。はい、だから統計的にはそういう傾向あっても子供一人一人は違いますからね。だからいくら親が読書家でも、本なんか読みたくないって子供がいるかもしれないし、逆に、1に1冊も本がない蔵書がないけども、ものすごく本好きの子供もいるんで、ね、そこはなんかあんまり固く
なんかあれなんじゃないですか、その子供に読め読めってこう俺の姿を見て見習って読めっていうオーラを発してるんじゃないですか。自然にそうなのかもしれない。それは良くないのか。俺が読んでるのになんでこんなに読まないんだっていうような親は、子供はあの平均通りのつまんない子供にを自然に育ててしまっていると。まあ、なんか本なんか読んでも読まなくてもいいんだよっていうくらいの、まあ、これでも書店さんの店頭で言うことじゃないねあのぐらいの気持ちの方がいいですよね。まあ、そういうことで言うと今回あのいろいろ永江さんにオファーがある中で14歳の世渡り術っていう、はい、あの私どものシリーズで、ご執筆をお願いしたんですけれども、一応14歳っていうふうに年齢があえて入っているシリーズなんですけれども、その原稿を書くにあたってなんか永江さんがお感じになったり心がけられたことってあったんでしょうか。あの私子供がいないのでね、そのあまりよくわからないんですよ今の子供たちで。だからまあ、自分が子供だった時のことをちょっと、書かせていただいたりってことと、あと学生たちにいろいろ聞いてみました。でそれで学生たちに今こういう本を、書かなきゃいけないんだけども、タイトルどうしたらいいって学生に相談したらですね、学生がこういうタイトルいいですよとか、本を読まなきゃバカになるっていうタイトルがいいですよって学生は言ったんですけど、本当これは本を読まなきゃバカになるっていう本になるはずだった。確かに企画書はそうです。そうで、私はその本を読まなきゃバカになるってタイトル嫌だった、はい、でだけど学生に聞くと、学生は、14歳だと自分のお小遣いでその本を買うってことはまずないですよね。で多分、買うのは親が、読ませようと思って買いますよね。で親は子供のことで脅迫されると弱いんですよ。だから買ってもらうには親を脅迫するようなタイトルにするといいですよっていうふうに学生たちは言いました。だったら なるほどなと思いましたけれども、でもまあいろいろ藤崎さんと相談したら、やっぱりその本を読まなきゃバカになるってそれはちょっと上から目線だ、ね、下品じゃないって、そう言ってる本読んできたお前はバカじゃないのかって問い返されても困りますし、それでまあ本を味方につける本っていうふうに、まあ、西崎さんと相談した結果、そうですね、この本でも永江さんは最後の方にお書きになられてるんですけど、本を読むのが偉いわけじゃないというのが一つのメッセージになってますよね、はい、本好きなのは構わないし、あの本味方につけて生きていくのも、いいことだし楽しいんだけれども、それが全てじゃないし、本読んでるから偉いんだっていう思い違いはまずいよっていう。そうですね、よく人に本勧める人いるじゃん、こういう本が面白かったから、はい、大抵嫌われますねあの人間関係にうまくいかない人ですね。あのそれはあのその人はすごく面白かったからこの経験を分かち合いたいとか分けてあげたいと思ってるだけなんでしょうけども、勧められる側はなんか、高みから自分を見下ろして、読んだ自分は偉くてまだ読んでないお前はあの偉くないみたいに思われてるんじゃないかなと思っちゃうんだけど、あの読書好きが読書のことについて本のことについて語るとき気をつけなきゃいけないのは、やっぱり、本読んでるのは偉くて読まない人はバカだっていうふうに思ってしまいがち でそれがなんかこう軽蔑したりとか、でそれがなんかあの大抵本が好きな人って友達少ないと思うんです。でそれは自分は偉いんだ、お前たちはあの、社会的な肩書きはあるかもしれないけど、あの偉くないんだみたいな、そういう傲慢さがにじみ出てるのかなと思って、でこの本を書く時に気をつけたのは、まあ、仮に14歳の少年少女がいて、本好きになっていただくのは嬉しいけれども、その時に本好きにありがちな傲慢さだけは持たないでほしいなというふうに思いました。僕も苦い経験があって、あの本読まない友達にですね、あの
その直前に読んだ本で学んだ知識をひけらかしたことがあって、でお前どうしてそんなこと知ってるのって、聞くもんですから、いや物の本に書いてあってさ、そしたらなんだ本に書いてあるのかって言われて、なんだなんだと、お前が考え出したことじゃないじゃないか、そういう風に普通は思うんだな、まあ、そうなんですよ。あの作家とか学者とか偉そうじゃないですか、はい、だけど作家とか学者とか評論家が考えたり言ったりしてることの 99% はそれ以外の人がすでに考えたことをその作家が読んでまとめてインデックスつけただけですから、多分その、作家や評論家や学者のオリジナリティって1%もないと思うんですよ、だから自分であのゼロから考えついたことは 1% もないくせに、なんか本たくさん読んで知識を蓄えると偉そうになってしまうと、これは、本好きのなんか差がないものだから、小説だったかもしれないけど、小説の 99% は引用であるっていうなんかフレーズ、最近見ましたけどね、はい、そうですね、あのだって言葉作ったのお前じゃないだろうってね、だからそこは、気をつけながら本のことを考えなきゃなと思いますね。永井さん大学今早稲田大学と東大でも、東大も終わりました、終わられて慶応は時々やってます。そういう今、まあ、学生に意見を聞いたってお話出てきましたけれども、学生に対してはどういう授業されてるんですか？この本にも書いたんですけど、本をねバラバラに解体したりとかしましたね。バラバラ今年の前期、あのこれはね物としての書籍っていう演習、まあゼミみたいなものですけど、ゼミと授業の中間ぐらい、やるんですけど、それが、物としての本をテーマにいろんなことを考える。例えば映画に出てくる本について考えて、どんな役割を果たしたか、レポートしましょう、私がサンプルとして見せたのは、ゴダールの、ね、キチガイピエロに出てくる、書物はどういうものかっていうのを見せたんだけども、学生がレポートしたのはキャリーパミュパミュのプロモーションビデオがなぜ本の形を携帯を取ってるのかとかですね、あとなサカナクションっていう、まあ、若いバンドなんですけども、まあ、それに出てくる本の役割は、どういう映像効果とつながっているのかとかですね、そういうあの、リポートがありまして、あ、なんか面白いですね、はい、まあ、そういうことをやったり、あとこの本にも書いたように本をバラバラに解体して、まあ、本の解剖と称しまして、でその解剖所見を、リポート書店を、はい、あの測定して、厚さ何ミリ高さ何ミリとか、あと中の文字のサイズはいくつとかですね、天地の空きはいくつとかで、あと、まあ、バラバラに解体していくんです。でこれがあの例えばハードカバーの本だと、剥がすとですね、後ろの方に、文字が入って、文字とか印が入って、でその印が斜めになってたり V の形をしてたりとかね、いろいろその表紙を剥がさないと分かんないようなことっていうのが、出てくるんですけども、それはあの学生たち危機としてやってましたね。永井さんこれ今やってみませんか？あ、解体を、解体を、あ、これこの本もやってみますか？あの、いいですか、永井さんの本ですけど。全然私にそこに、抵抗ないんですよ、であのこれここで解体するとこの本はもう紀ノ国屋さんから返品されることがないので、これ私的にはこれ売り上げになるって、どんどんあの解体しちゃいましょうよ。あ、しちゃいましょう、しちゃいましょう、一冊と言わず、あのそこら辺の本もいいですか？はい、いや、いいですよ。これ10冊解体したら10冊売り上げだもん。まずですね、本を見るときのポイントとしてはですね、まあ、こうやって帯ついてますね。本屋さんで本買うときは必ず帯をこう剥がしてみてください。で、デザインどうなってるか、
よく見てください。でその次に、ステップ2としては、これまあジャケットって言うんですけど、このジャケットを剥がしちゃう。で、本当このジャケットを剥がした、ここの部分を表紙っていうんですね。そうですね、我々そうですね、よくこれを表紙って言いたがりますけれども、これは、カバー、ダストカバー、イギリスだとダストカバー、うん、アメリカだとジャケットですね。でこれは本来は本を保護するためにあるので、これは汚れても何しても構わない。だから、ここの紀ノ国屋さんの洋書売り場って何階でしたか？6階。6階の洋書売り場のハードカバーの方をご覧になるとよく分かりますけど、洋書はこれ極めてチープですよね。ちょっといじくり回してるだけで破けちゃいます。まあ、あくまで中身の方、中身がやたら豪華ですよね、で布だったり、本も、日本の本もこれが本当の表紙ですね。ここが、どれくらいちゃんとデザインされているかっていうのが、本を見極めるコツです。だからそれ書店の店頭で必ずなさるという。でこの、ジャケットはすごくデザイン凝ってるのに中は全然ダメっていう本は大抵中身本文の方もダメです。よく熱心な仕事熱心な編集者が作った本っていうのはこの中も非常に工夫されていたりとかデザインも、丁寧にできている。ブックデザイナーさんもそこにこだわりというか、命かけてる人もいますよね。そうですね、表紙の方に、はい、でこれを、まあ、剥がす。これは見返しですね。この見返しの部分をベリベリと剥がして、言ってますね。この見返しで、この、表紙と、この、本体はがくっついて、これ一枚の紙なんです。ちょっと破れちゃったけど、この本来はこれ一枚の紙ですね。一枚の紙が、一枚の紙で、この表紙と、本体を、くっつけていくっていうのが、本のこういう、まあ、ペーパーバッグですね。こういう構造ですね。だからこの表紙の部分と本体はこの、1枚の紙だけでつながっている。で、これを表紙をベリベリ剥がして、カバーの場合は、ボール紙が表紙に入っている、はい、でこれが、中身ですね。こういう形になっています。で、まあ授業でやる本の解体の時はこれからまたさらに細かくしていったりするんですけども、この、本を味方につける本の中で私が提案したのは、例えば、まあ、これは薄っぺらな本ですから、これくらいカバンに入れるのは大丈夫ですけど、厚い本を皆さん読むとき困ると思うと重いしとか、ね、他のものを持ち歩かなきゃいけない。でそういうときはですね、今日は何ページぐらい読めそうかなとか、まあ、50ページぐらい読めそうかなって言ったら、最近分厚い本多いですからね、まあ、50ページぐらいのところで、本をこうやって切り離すわけですね。切り離すというか引きちぎるで、これだけカバンに入れていけばカバン軽くて済むじゃないですか。で、この部分読み終わったらですね、またこうやってくっつけて、背中のところをガムテープで貼れば、でガムテープで貼った後ですね、このカバーをまたつけてやればですね、誰にも分かりませんよ、バラバラにしたなんて。で、まあ、別にその、なんていうんですか、その
本をバラバラにしちゃいましょうっていうことをお勧めするためにそんなこと書いたわけではなくて、はい、なんか本ってすごく貴重なもので、神棚に飾って拝まなきゃいけないみたいな気持ちがなんかこう、それは本を大切にしようっていうものを大切にしようっていうのはいいことなんですけども、それがなんかこう本を親しみにくくして、それよりもなんかこう本をどんどん手なずけてしまって、うんうん、本は自分の、まあ、これタイトルは味方につけるってしましたけど、なんだろうね、家来であり道具であり、友達であるぐらいの感じでにするためにこう、どんどんバラバラにしちゃってですね、でこうやってバラバラにしちゃうと、これもなんか、本っていう立派なものっていうよりも、朝新聞に織り込まれてるチラシとそう変わんない50本100本の感じになってくるじゃないですか、はいはいはい、でこれあの別に半分に折って尻ポケットに突っ込んだっていいしっていうくらいの付き合い方でいいし、それくらいとことんあの肌身離さず持って歩いたりする方が、本は楽しんじゃう、あるいはその、面白かった部分だけこうやって、切り取ってですね、それを、何冊分もこうつないでやると、うん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 、自分だけのアンソロジーができたりしますよね。あー、なるほどなるほど、ベスト版ベスト、はい、ベストみたいな、はい、でそうやってまあ、 あの残りのいらなかったつまんなかったところは、資源ゴミに出すみたいな、ね、そういう使い方をしても、いいでしょうし、特にハードカバーの本なんかね、大きくて重くて、使いにくかったりするので、ガンガンこうやって、本は安いですからね、これ、1200円ですよ、あの川出処方新社としては出血大サービスで、今生ビール1杯いくらぐらいですかね、500円とかですか、500-600円、じゃあ生ビール1杯飲んでおかわりしたくなるじゃないですか、今日ぐらいの暑さだと、するとたちまちこの本の値段ぐらいになってしまうわけ で、で生ビール飲んでる時はそう思わないけれども、生ビールを飲む2杯飲む以上の時間は少なくともこれにでは潰すことはできるわけですから、解体して読むところの下りで永江さんが書かれているのは、書き手たるもの読まれた方がいいわけであって、解体して読まれてるのに喜ばないはずがないと、うん、そうですね、少なくとも僕は大変嬉しいというふうに書かれて、読んでくれる、まあ、新刊書店の店頭でこんな話してもなんですけども、ブックオフに本が売られるのは悲しいかどうかって、まあ、悲しい、嫌だっていう人も作家もいると思うんですけども、私はブックオフで売られてる自分の本を見ると、あ、誰かが少なくとも読んでくれたんだなと思って、で自分が読んだ本をまた誰かに伝えようとしてくれてるんだなと思って、決して嫌な気持ちはしませんよね。もちろんブックオフで売られた売り上げは私には入ってきませんけども、まあいいじゃないですか。まあ私は非常にお金に関してはもう裕福なんで、まあ言うだけただですからね。裕福なんてもう全然お金なんか気にしませんよ。京都にも住まわれていますし、ね、そういうことですね。はい、だからまあバラバラにしたりとか書き込みをどんどんするとかっていうのは、うん、書いた人は大喜びすると思いますね。そこまで読んでくれたのか、私仕事柄いろんな人に、インタビュー、作家にインタビューすることあるんですけど、はいはい、付箋とか線を棒線を引いて、作家のところに行くと、あ、そんなによく読んでくれたのって必ず言われますよね。なんかそれは躊躇なくどんどんしていただけるかと思います。そういうふうに解体のなんかやり方なり実践なりを学生の前でやって、学生さんの反応ってなんか本に対して変わっていくんですか、ね、なんかやっぱりすごくドキドキするみたいな、本をバラバラにするなんて、でこう今までだったらそんな乱暴なことしてって叱られるようなことを、レポートのためだからって言ってこう大手を振ってやるので、
すごく楽しい、喜んでます。もうこれ本作りにあたってその本の解体のシーンとか、これ竹馬さんというイラストレーターさんが全部書いてくださってるんですけど、これ竹馬さんに説明するのに、本を解体して、うん、確かにこうなってるというふうに自分で確認して、あのこういうビリビリ破いたらこうなってますよという図解もあるんですけど、あのやっぱちょっとした罪悪感と、うん、ちょっとした気持ちよさと、はい、ありますね。自分が編集した本をなんかあれです、ね、ビリビリ破いてっていう。子供の頃にあのカエルの解剖とかするじゃないですか、はい、ああいう感じ。ああいう感じですよ。でバラバラにする、まあ、ペッこういうあの、波層の本は作り単純ですけども、ハードカバーの本だと、ね、あの目に見えないパーツがいっぱいあるんですよ。あの寒冷車、寒冷車ってこう寒い、これどういう意味なんですかね、寒冷車。あの意味はどうですかね。あのガーゼみたいな紙が麻でできた粗い織の、麻で失礼します、はい、補強、まあ、ガーゼ状の麻なんですけど、補強のためについてるんですが、こういうのがあったり、あとクータっていう背中のところに入ってたりとか、あと花切れ、まあ、花切れはこれ、本 の, あのハードカバーの本の天と地のところに、ついている布の部分なんですけども、実はね、私花切れフェチでして、花切れフェチ、あの書店で本を見るときに必ずこの花切れを、じっくり見てしまう。あ、今メイドめくりですね。この花切れどうでしょうね。さすが、これあの今川出書房一押しの本、芥川賞受賞作という、はい、これ花切れの色はエンジーですね、 ですね。この花切れを、どういう色合わせにするかとかっていう、これ大体花切れって編集者が決めるじゃないですか、はい、あのここ意外とね、デザイナーはこの花切れ決めないこと多いんですよね。ああそうですか、まあ、まあ、デザイナーにも言うんですかね、デザイナーさんにも言う。結構ね、あの花切れを決めるのが編集者の最大の喜びだという人もいて、だって相当権限の強い編集者ですね。でこれはなんて言うんでしょうね、男性がスーツの袖口からシャツを何ミリ見せるかみたいなことを凝るじゃない、はい、それに近い感じですよ。そうですね、ベロッと見えるんじゃないけどほんのちらっと見せるとかね、まあ、こういう花切れがあったり、あとしおりの紐をこれスピンですけども、ね、このしおりの紐を何色にするか、1本にするか2本にするかとか、さまざまありますね。この自転風ぐらい分厚い本の時にスピンを2本入れるっていうことが時々あるんですけど、それは多分編集者人生でも何回もない、うん、2本スピン入れる時に色変えたりして、これはスピンです。あ、これ黒、黒です、ね、花切れエンジなんだけどもこれは黒、あの読者にとってあんまり見ることがないのがこの売上カードですね。スリップですね、これスリップ、これあのレジで抜かれてしまうので、なんですよ、ここに何が書かれてるか、ね、あのこの販売調査カードは年1回毎年8月末日締め切り集計し、起点の販売資料に致したいと思います。なおご送付の際は裏面に起点名をし、100枚を一口としてご送付いただければ幸い。これは川出書房は報奨金は出してますか。出してない、これについて出てない。これね、出版社によってね、これ出版社、書店さんが出版社に送るとお金くれるところあるんですよ。そうですね、で、はい、ここに額面がね5円とか書いてあって、でそれは書店さんが送ると書店さんが出版社から お金もらえるんですけども、その、本棚に入っている、売り場にある本を見て5円とか書いてあるんでこれ金券だとか思って、あのこっそり抜いてお金の代わりに使おうとした人いましたけど、長い少年ですか。それを普通の人が持っていってもお金にはならないですよね、まあ、そういう、こういう
これスリップのここには ISBN が印刷されていたり、ね、いろいろこれも楽しいもの、まあ、良くも悪くもあの書店さんも電子化されているから売上データがもう POS レジで通せばあの、ね、銘柄でも銘柄順でも日付順でも売上データが見れますけれども、90年代の半ばぐらいまではこれが大活躍して、そうですね、日本の流通、ね、出版流通を支えていた、これが情報手段、これ注文南部ってこの書くとこがあって、ここにまあその店固有の、犯行をして、番宣といいますけれども、これは注文書になっていた。でもう一個これで面白いのはですね、ここに定価1470円って印刷されてるんですけど、これ本の方には、これはカバーに定価か、四角くして本体1400円、で括弧税別って書いてある。要するに税込み定価はこの本体には書かれてないんですよ、うん、でこれは他の商品と本が違う、非常に大きなポイントなんです、うん、でこれは、総務省とか財務省とかの指導は、小売の商品は小売店の店頭で、税込みの価格が分かるように表示しなさいっていうのが役人 のお達しなんですよ、うん、まあ、多分それはね、あの消費税いくら払ってるかを消費者に感じさせないための役人の策略だと思うんですけど、で、出版界はそれに対して抵抗しまして、あくまでこれは本体価格をここに提示する、で税率が変わってもこれで、このまま売り続けたこれ、何年後で、再来年が 8%、2014年4月ですね、でその後 10% になりますね、はい、だこれ税率変わっちゃったら、古いここにもし税込み定価が印刷されていたらこれ捨てなきゃならなくなっちゃうんですよ。でそれをしないために本体価格しか入れてないんですけども、財務省はそれじゃ面白くない、でそれで、財務省と出版界がやって、妥協したのが、このスリップにだけ、定価1470円税 5% という税込みをの定価を表示するということで、まあ、役人なんとか納得させたっていうです、ね、あれですよね、 3% から 5% に上がるときにこれ全部表示を印刷し直すのかということで、はい、特に中小の出版社が戦々恐々といたしまして、はい、それやったら潰れちゃうようちっていうこともありましてっていうことですよね。あの印刷し直すぐらいだったら全部、ゴミにしちゃった方がいいっていう、それくらいの出版社もありました。だからこれちっぽけなこんな紙ですけども、ここには、役人と出版界の戦いが、刻み込まれて、まあ、そういうのも、まあ、これは大抵書店でこう、レジで抜くんで、読者の手には入りませんけれども、うん、まあ、本にはそういうなんか細かいディティールも実は込められてるんだって、うん、あの書店員さんもこれ見て売り上げをチェックしてるから、これあのレジで抜きますわね、で売って、でこの版権を切って注文書に使うわけですけど、これ束で持ってて輪ゴムではめて、はい、胸ポケットにこんな、そうですね、で今は今の書店員さん綺麗な感じですけど、今ピッて感じですね、やったらこの束を持っている書店員さんが走り回ってたっていう時代がありましたね。あとね、あの高額の本が棚にあったはずの高額の本がなくなってるって、うん、書店 でその時担当者はスリップ見て、なるほど、でレジにこれがちゃんと回収されているかどうかを見る、うん、もし、これが回収されていればそれはお客様がお買い上げくださって、それで、棚からなくなったんだって言うんですけど、万が一これが、スリップが回収されていなかったら、うん、万引きされたかもしれない、だから、そういう意味でもこの、万引きかどうか売れたかどうかを確認する手段としても、重要ですね。この藤崎さんはね、新宿本店の人文書売り場の
書店員だったんですよ。元紀ノ国屋書店だったんですね。ってどうでもいい話ですよね、僕は。それが今本作る側に回ったんですね。だから僕がさっき話しましたけど、紀ノ国屋に入社して書店員ちょっとだけやった時には、ちょうど紀ノ国屋さんもポスレジを本格導入した年で、はい、それこそ新宿南店を作るぞっていう時に入ってきた人間なんですけれども、そこから自動発注システムとかっていうのも、できまして、今は売れたらどんどん注文の対象になってますけど、当時はこれが命で、あれ永井さんおっしゃった万引きのことでいうと、本吟味される時にこれ邪魔じゃないですか、はい、真ん中辺にページをまたいで入っていて、はい、でもそれをページをまたいで戻してあげてほしいっていう、落ちちゃうと、よく書店入荷に落ちてたりしますけどね、はい、これ僕すごいそれに関連して思って感じたのが、アマゾンが出てきて、アマゾンから本が届くじゃないですか、はい、これスリップが入ってるんですね、アマゾンの本って。それがね、細かい話ですけど、業界いる人間にとってはめちゃくちゃ違和感が、許せない。そう、買った本にスリップが入ってると、アマゾンもスリップぐらい抜けるはい、まあそんなことやってたらもう大変な業務なんでしょうけど、そのぐらいまあ大事な、うん、では、あとお時間大丈夫です。そろそろはい、すいません、はい、ただただ、はい、ありがとうございます、はい、ご質問会場の、はいはい、お客様からあればご質問を受け付けたいと思いますか。どうぞ。はい、ありがとうございます。非常に面白いお話ありがとうございます。特に解体したのも人がなんですけど電子書籍がすごい出てきてますよね。でそれについてはどういうふうに考えているのかっていうのを、まあ、さっきだと多分読んでもらう機会が増えるからいいっていう話を作家さんはなさってて、編集者の方ですよね、編集者の方はもうリモート意見もちょっと聞きたいなと思って、僕も、まあ、研究者なんで本何冊か出してるんですけど、ちっちゃい出版社とかが多いんで微妙みたいな話をしてるんですけど、そのあたり僕がいっぱいできればな。電子書籍は私はよく使ってますね。電子書店は紀ノ国屋が最高です。これはいろいろ使った本音ですね。キノピー使ってまして、端末は、あそこにもあるソニーのリーダーと、iPadで、キノピーで買ってその読むってことをしてますけれども、まあ、他にAmazon の Kindle なんかも使ってはいますけれども、システムとしては、日本のシステムではキノ国屋さんのシステムが今で最高だと思います。ただまだタイトル数がキノピーで何点ぐらいですか。 6万点ぐらいですか。なので今日本で流通している、本は90万点ぐらい、初教のデータベースだと90万点になってますから、それに比べると全然及ばない数ですし、6万点というのはコミック含めて6万点で、初教の90万点の中には、いわゆる新書版のコミックスは入れてない、あれは雑誌コードですので入れてない数字だと思いますから、それからするとまだまだ足りないんですが、もっと点数が増えるのと、あと新刊が紙とほぼ同時ぐらいに出たら、状況はかなり変わると思います。で、電子書籍もですね、結局もう読み始めて 2,3 年にはなると思いますけれども、慣れると変わんないですよ、紙と対して。最初の3ヶ月ぐらいですよ、なんか違和感あるなっていうのは。で、特に厚い本とかコミックなんかだと電子版の方が、楽だなというふうに思うことはありますし、あとまあ本棚の場所が占領されないのがいいなと思いますから、要は慣れの問題ですけれども、ただ今の紙の本並みに電子書籍が普及するには100年かかるだろうっていうのが私の持論なんです。でこれは、1400
1955年でしたっけ、グーテンベルクが活版印刷術を発明したのが15世紀半ばですけども、紙の、手書きの本に代わって印刷本が一般的になるのに大体100年ぐらいかかるんですよね。で、読書ってすごく身体的なものじゃないですか、体の感覚でするものなので、これにその人間の体が慣れるのにやっぱり3世代ぐらいかかっちゃうんじゃないかなっていうのが私の予想なんですけども、だからまあ私が生きてるうちは紙でいけるかなっていう、で私はその、まあ、半分研究者でありそのライターなので、まあ、Kindle 買ったりコボ買ったりとかいろいろしますけども、それはそういう特殊な立場だからであって、普通の一般の方はそのなのよほど移動が多いとかですね、3畳一間に住んでて本棚1台以上置けないとかですね、よほどなんか事情がない限りは、とりあえず紙の本でいいんじゃないかなっていうふうには思っています。あいさん、端末は何を一番使われてるんですか？リーダーは、まあ、あそこにあるソニーリーダー、文字物に関してはソニーリーダーですね。でコミック読むときは iPad の方が読みやすいですね。で使い分けてます。でキノッピーがいいのは両方読める。なるほどこれは優れてるね。まあAmazon もそう、Amazon の Kindle もそうなんですけど、そのマルチで読めるっていうのはちょっと思います。この本で作るときに、まあ、14歳からっていうのは念頭にあるときに電子書籍の話どうしようかっていうのを長井さんと、悩んだというか、でまあ、それこそ中学生がいきなり電子書籍のリーダーを買ってバンバン読むっていうのはまだそこまで行ってないだろうっていう時に、少なくとも青空文庫の話だけはしとこうかっていうことで書いたんですけども、僕も電子書籍バンバン読んでませんけれども、青空文庫をスマホで読むぐらいのことでも意外に慣れて読んでいけちゃうっていうのがあって、そうですね、やっぱ人間の身体ってどんどん順応していくなっていうのがあって、で、Kindle も英語版が来たというか出た時に言いましたけど、結構使えそうなというか馴染みそうな予感がしていて、ね、日本版がね全面的に普及した時には結構な勢いで読者の人も移行っていうか、まあ、両方使うようになるんじゃないかなっていう予感はしていて、旅行の時は楽ですね、確かに旅行先で資料が必要になったとか、あるいは複数の本を入れていかなきゃいけないとかですね、それは楽ですね。だから辻村さん の, 鍵のない夢を見るのを急遽必要になってんですけど、それは、キノッピーで買って、リーダーで読んだりしますね。あれ確かに、キノッピーさんまず品切れを起こしたことはないと思う。一時期一瞬ありましたで、私が必要になった時が、どの書店もあれが品切れてたんですよ。で、それでキノッピーで電子書籍を買った時に、あ、こういう時電子書籍はやっぱりありがたいなって、紙の本がどこにもない時に、でもどうしても仕事で必要だっていうものを、使うにはいいなと思いました。あと僕、人文書を作っている人間にとってはすごい言われるのは検索性が高くなるので、人文書の編集は大きく変わっていく可能性があると。多分作品を紙でいちいち当たって作る、とか必要がなくなる、古めかしい人文書の編集者としては作品作りにね、命を燃やしたりするわけですけど、そういうことはガラリと変わったり、あるいはまあね、欧米の大学出版会とかも完全にそうですけど、チャプターごとにバラ売りされる専門書が、というような事態になると、かなり編集側も仕事が違ってくるんだろうなというには思ってますけどね。ただ現状では出版社いろいろ取材しますと、まず紙の本を作って、
それが出来上がってから電子版を作るっていう作業工の順番なんですって、うん、どうしても人数が少ないのでだから、電子版が出るのは遅くなってしまうし、遅いんで例えば辻村さんのファンだったら紙であれ電子であれ先に出た本をまず買うわけじゃなくて、うん、1日も早く読みたいわけですからそこのところが、ね、なかなか電子書籍が普及しないことの理由の一つでもあると思います。まだ出版社の方は本を本でやったものを電子にするっていう考えから企画とかもそういうふうに考えて通してますからね。あんまり答えになってないすいません。ありがとうございます。ではそろそろお時間となりましたのでトークの方はこちらで終了とさせていただきたいと思います。本日こちらの本を味方につける本お買い上げのお客様には長谷さんからサインをしていただけるということですのでぜひこの機会にお買い求めいただければと思います。では本日は長谷さん、藤崎さんありがとうございました。ありがとうございました。